これびしゃびしゃ雨に打たれてるけど、桜が咲いてるところってどこ？わからん。わからん。雨で全然わからない。そうだ。ちょ、待てよ。ブチヤマさんちょっとここで待ってて。あれ、ブチヤマさんどこだろう。よし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 。そこで待ってて。塔を攻略すっか。めちゃくちゃ近いところにあるじゃないの。しかし、湖を一つまたぐのか。で、その先になんか高やぐらもありましけれども。お、またぐ必要もないか。いや、やぐらはあるわ。あ、でかい人もいるわ。あくまで気づかれないように、不摂生で行こう。不摂生で行こう。摂生丸で行こう。よし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 。いいよ。全く気づかれてないよ。ハイラル軍演習所跡。お？あ、これが塔かと思った。びっくりした。その先か。あらら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 。ら結構朽ち果ててるけど。雨が降ってるからな。崖登りっていうのは適さないか。ん？なんか光って、ん？盾か。兵士の盾だって。お、久しぶりにゲットした。あれ？こう、おっきな宝箱ってわけでもないか。こう、木の板か。スラちゃん。お、騎士の剣だって。あー、パン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 。何事もなかったかのように、塔の付近についてしまったが、あ、結構いるな。要塞と化してる。どうする？バレずに行くのはさすがに困難か。ん？なんか、え？ああ、いやあ、炎メイジとファイヤーメイジと、あれ？もしかしてこの人生きてる？完全に生きてる。500ポイント点々としてる。おー、待てよ、これ狙撃に合うってことか。一筋縄でいかなさすぎない？一回さ、ちょ、キノコ狩りしておこう。キノコ狩りじゃあ、ガッツだけ。めったに取れないんだって。危ない。ファイヤーメイジにバレるか？ちょ。雨だからね。雨だからね。雨の日は無能なんですから。大佐は黙っててください。よし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 。結構朽ちてますけれども、足場には困る。あれ？完全に泥だったか。泥はまずい。泥はまずい。ドロドロはまずい。ボコちゃんもいるよな。こっからいけるか。よし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 。うん、お、大きな立派な木がありますね。いやあ木のことを褒めてたら、木のことを褒めてたら。え、おい、なんだあいつ。ビリビリしてんよ。ビリビリしてんよ。見て、その先に桜があった。よかった、見つけた。桜だ。いや、しかしだな。これ下が泥ですもん。ぐつぐつ、岩も飛んでくるし、ああ、弓矢も飛んでくるしだな。これ飛べるはず。空も飛べ、ああ、よし。無理くり登ってやったぜ。舐めるなよ、身体能力。急兵やめて。ドライバイバイ。あたた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 た。な、何がビリビリしてる？何がビリビリしてるっていうのさ。は？何？定期的にビリビリしてるやつ？定期的にビリビリしてる。あーじゃ、うわー、ガーディアンの盾が。ゲコちゃんね。あ、ゲコちゃんじゃない、トカゲかよ、おい。ん？太い。竜骨ボコバットだって。あ、攻撃力めちゃくちゃ高いじゃん。一部の猛者だけが手にする。しかし、あ、パンパンじゃなかった。よかったよかった。雨やまねえかな。雨やまねえかしら。あ、雨やんだ。よかったよかった。よし、あ、やんでねえや。やんでねえや。の、兵士の盾って結構防御力あったな。よかった、拾っておいて。よし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 。代替品。危ねえなあ。肉団子投げてくるんじゃないよ。いやなんか、フォーティンブラスでも出てきそうなくすんだ桜並木。あそこに一体何があるというのか。近いようで遠いような。もう崖が一個挟まってんのかな。キャニオン？そうだ。リーバルさんの能力を使えばいいんじゃない？ほら。ビヨ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 。あっ、て、頭ぶつけた。完全に頭ぶつけた。よし。登ってこれたぞ。しかしてまだ雨は止まない。もうすぐ曇り空になるぐらいなんだけれども。まあ、天気予報って当てにならないからな。もう爆弾も湿気るよ、これ。いや、どうにか誘導するか？
おいおい、ちょっと何してる何してる。わあ、いいさ、やってやるぜハイラルの戦士。月光の刀を持って水産いたした。そんなケタグリが食らうかよ。でもね、そばに爆弾があるから気をつけてねとかって思ったら終わっちゃった。モリブリの角だったり牙だったり肝だったり、これはトゲモリブリンバット、強そう。でもいっぱいなんでしょ。攻撃力の高いやつにどんどんすり替えていくかと言ってもな、もうこれポーチの中有能な武器しかありませんよ。どれも捨てるには惜しい。やっぱ鉄のハンマーはいるから、こいつはいるんだから。いや、しかしだな、鉱石がない限りはどうせ家に帰ったら無限生産されてるしな。一回捨てておこうと。バットと交換、よし。で、あとはん、森林の塔だって。この上登っときたいですけれどもね。モリブリンちゃんがな、無理くり登ってやんよ。いけ、もっといけ、よし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 。さっきはどうも。さらに上に登れるってか。こう気をつけて、もうぐるぐるずるずる滑るから。いや、これ無理。ああ、よし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 、ゴリ押しにもゴリ押し。さて、こっからあとは雨さえ止んでくれればいいので。わっ、桜が近い。いや、ほんと桜だな。いや、しかしこれ幻魔王でしょ。こっからさ、爆弾放り投げてほら、岩投げてくる人成敗してやろう。ん？と、距離感がわからない。もう一回行くか。どれ？ここれ。汚い花火が上がってるだけだよ。刺して汚くもないのか。ミファの祈り、いつでも使えるよ。雨が止むの待ってたらこの声が聞こえてくるんだもんな。ほんと心に染み入るよな、こんな雨なんかより。いや、ほんと、あー、もうすごい染み入る。岩に染み入るミファーちゃんの声。ほら、やんだぞ。これでしばらく経つとそこの塔もピッカピカに乾くんで飛び乗ることが可能。よし、頃合いだろ。がっちり捕まって、あとは狙撃されないようにね。忘れないでください、暗夜がないガーディアンさんがいますからね。よっしゃ、登ってきました。誰かいないかな。ん？え？殻に覆われてる。こんな塔初めてだな。森林の塔調べる。世界が広がる。周辺のマップが追加されました。なんだここ、どうなってんだここ。完全にファンタジアでしょ。湖一つ挟んでの、え、外界と遮断されてる。ぶち山、びっくりした。狼さんがたくさんいる。シーバルトルネードいつでも OK だ。やったぜ。プラン A で行くならば、ぶち山さんと一緒にラウル集落跡まで降りておいて、チロルの森を一気に抜けてサリア湖謎の幻魔桜のところにぶち込むか、そのままぶち山さんを置いてプラン B、 この湖を抜けてよじ登るか、この外界から遮断されたところへ。プラン A。 そうか、この馬宿から綺麗な三叉路の道になってたのか。で、 Y 字左に行きましょう。マップがなかったら即死だったな。左にぬるやかに抜けていって、ん？塔が近いのか、森林の塔で。もうこっから先チロルの森になると思うんですけれども、森林さんざめいてるな。こんなところでキャンプしたいよ。いいところだな。夜っていうのがなおさら雰囲気に重みを増しているような気がする。はぁ、そろそろチロルの森を抜けたんじゃないでしょうかと思ったら、ゴンギツネと思ったら鹿か。迷いの森、おっと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 、ゲートがありましてね。迷いの森、ん？誰か住んでんのか。いや、内山さん、じゃあちょっと待ってて。大間さんで行くには、おお、え、見えない壁になってるってわけ。あ、なるほどな。ちゃんとしたルートをたどらない限り、目的の場所には一生たどり着けないというところか。この松明を目印に歩いていけばいいんじゃないか。火が灯ってますから。
誰がつけたんだろう。次は左か。お、本物のゴンギツネ。うなぎを持ってきてちょうだい。はい、次は右か左か、どっちだ。すだれ柳ばっかり。ん、合ってるんだろうか。どこだ、次はどこに行く。火がない。ん、あっちか。え、あれ遠くないか。やけに遠くありません。地雷はない。大丈夫。よし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 、いいですよ。鹿さん、松明、武器ポーチがいっぱい。松明が必要ってことか。そういうわけでもなし。ん、うっ、お化け柳、中に入れるのか。お、宝箱。森人の槍、フィニッシュブロー。食べられたりしないだろうな。大丈夫、まだうろついてもいい範囲か。わあ、もっと大きいよ。え、もうあたりに火はない。灯火はない。僕たちを導いてくれる明かりはない。どうする。闇雲に探索していてもダメだぞ。合ってるのか。うわ、やばい。完全に闇雲だな。何か根拠があって進んでいるわけでは全くないですけれども、マップを見てね。そろそろ森から抜けるんじゃないでしょうか。抜けた、抜けたぞ。いいぞ。え、しかし、あ、桜がすぐ咲いてる。そこに当たりか。いや、どうなんだ。火を持ってくればよかったかな。あ、ポカ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 。鳥さんを導いてくれないか。どうなんだ。お、ゴール、ゴールかな。お、もう朝だ。あ、コロちゃん、コロちゃんめちゃくちゃいるよ。おお、コログの森だ。いや、コログがめちゃくちゃいる。お、マラカスくん帰ってきたの。これなんだ、看板まで生えてるじゃないの。ご丁寧に。燃えずの試練、森の外はこちらです。いや、本当にご丁寧に。マラカスくん、迷いながらもやってきたんだが、キルン、キミチン、また会ったね。どうしたの、黙っちゃって。ボクチンだよ、コログの森の音楽家ボクリン。それにしても迷いの森を抜けてよくここまで来られたね。あの時の約束通りコログの実集めて持ってきてくれたんでしょ。いや、今は一つもないんだけれども。でもキミチン、コログの実全く持ってないキュロン。コログの実取り返したら持ってきてね。マラカス君がいよいよ帰ってきたか。お、リーダーシップ。え、マスターソードが、マスターソードが刺さってる。お、あたりに姫静香も咲いてるよ。抜ける。リンク、後を託します。あなただけが最後の希望。どうか。うたた寝しておったようじゃの。主は、おお、やっと現れたか。100年の時、主がここを訪れるのを待っておったぞ。いささか待ちくたびれてしもうたがな。だが主の方はやはり覚えておらぬようじゃな。わしはこのハイラルを見守り続ける者、皆からはデクの木と呼ばれておる老木よ。それは太古の女神が作られた武器。
選ばれし騎士のみが持つことを許され、厄災を打ち倒せるという大魔の剣。そして100年前、それを手にしておったのは他ならぬ主なのだ。だが気をつけろ。その剣を手に入れようとする者は剣自身に試される。今の主に果たしてそれを抜けるかどうか。もし主が衰えた体のまま引き抜こうとすれば、立ちどころに命を失うことになるかな。気をつけるがよいぞ。この剣を抜きたければ、己の誠の体力で挑まねばならぬのじゃ。果たして今の主に抜けるかどうか、しかと見届けさせてもらおう。勇者の剣。衰えた体力のままだと立ちどころに命を失ってしまう。大魔の剣か。一回落ち着いて姫静か採取するか。勇者様じゃも、勇者様じゃが来たもじゃもじゃ。頭のキノコが急に育ったから何事かと思ったら、あ、本当だ、生えてる。お主が来る予感だったじゃも。嘘じゃも。ハイラルの勇者様であるお主にみんなで試練を用意したじゃも。わしらが用意した厳しい試練を乗り越えれば、マスターソードなんてちょちょいのちょいで引き抜けるようになるかもしれんじゃも。何？そしてこのコログの森の長老であるわしからはとっておきの試練を出すじゃも。その名もコログ試練。どうじゃも、挑戦するじゃも。コログ試練って安請け合いしないお主、用心深いじゃも。コログ試練とは、コログの森に眠る祠を巡れば一人前になるという修行じゃも。伝説の勇者様に習ってコログのみんなもやる儀式じゃも。わしもボックリンもあいつもこいつもデグの貴様もやったんじゃも。後半嘘じゃも。一つ、南西にある操りの力の試練。二つ、北西にある初めての試練。三つ、東にある燃えずの試練。あ、看板に書いてあったやつ。すべての試練を制覇し立派な勇者を目指すじゃも。ついでに豪華商品も用意してるじゃも。欲にまみれてもよし、使命に燃えてもよしじゃも。で、するじゃも。ちょっと待ってて。この先は何なんだろう。テント？お家？これデクの貴様の中だよね。あ、いや、デクの貴様の中なんだけど、メラメラ燃えてるけど、大丈夫なんだろうね、きっと。あ、ベッドもあるじゃない。しかしさ、なんかさ、ここにいつでもワープできるような、そういう都合のいいような、システマティックなものないかな。ようこそ、デクの貴様のおへそ。あ、おへそなの？鍋がメラメラ燃えてるけどね。勇者様のために葉っぱで寝床を作っておきました。好きなだけむにゃむにゃゴロゴロしていってくださいね。お？泊まれるのか。いつまでむにゃむにゃゴロゴロします？朝まで。おはようの朝までですね。またおはよう。はい、むにゃむにゃゴロゴロ。おはようございます。ご飯はお隣のキノコ屋さんでどうぞです。疲れてても疲れてなくてもまたむにゃむにゃゴロゴロしに来てくださいね。スポポピッチペパパー、かわいいペパパー。ん？どうした？ピーカン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 。わ、もしかしなくても勇者様？わーい、勇者様が森に来てくれた。勇者様強くなるための試練ピーカン考えてみたよ。戦わないし怖くもない。だけどちょっと慎重さが必要なこと。あのね、ルミー見てみたいな。ルミー？暗いところでピカピカ光るピーカンくらいの青い生き物。絵でも何でもいいからルミーを見せてほしいな。お？写真撮ってくればいいの？あ、そういうの得意よ。ピカピカのルミー試練。
ルミ、メルヘンな名前。あ、そばに祠がある。しっかりゴロゴロムニャムニャしておきましたからね、体力はバッチリ。抜いてみるか。怖い。大丈夫、コログのみんながついてるよ。え、え、なんか欲しい。こっ、うそうか、まだダメか。